テスト返しやっていきます。どういったゲームかわかりません。スタート。何このオープニング、なんか異様な雰囲気漂ってますね。行きましょう。なんかこういうピアノのソロ曲すごい好きやねんか。ちょ、俺聞きって、今から1時間これ聞くだけの動画にしようかな。もうなんかすごいいいサウンド。これ何やろ、フリ音源かなんかなんかな。うわぁ、よし、始めていきましょう。この作品はフィクションです。実際の人物団体などとは一切関係ありません。本作にショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓に弱い方はプレイをお控えください。あのタイトル画面の音変えるが、なんか車に轢かれるとか。本作が原因で何らかの障害や損害が発生したの。そんな激しい演出があんの。プレイ動画のアップロードや二次創作物の公開等は良識の範囲内で自由に行くかネテレで構いません。よかった。じゃあこれは YouTube にアップできる。僕は悪くない。僕にできることなんて何もなかった。そもそも僕と彼女は特別親しい友人というわけでもなかったし、何度か話してやってたの。そう、ただのクラスメイトだった。だから僕が気に病む必要なんてない。そうだ。僕は、悪くないんだ。ふと気がつくと、僕は教室の自分の席に座っていた。ざわざわと興奮気味に話をするクラスメイト。この教科書には見覚えがある。これはテスト返しの時間だ。その見慣れた光景の中に、見慣れない異形の存在が一つ、目の前に。誰やお前は。カエル頭の怪物が立っていた。ああ、みんな静かにしてくれ。今からテストを返します。教卓に立つ彼は自身が教師であるからの振る舞いをしている。クラスメートはカエル頭の指示に従い黙り込む。おかしなことに男の容姿を気にする者は誰一人いなかった。なんでそれじゃあ、すまん、名字がクソむずい。遠山。男に名前呼ばれ教卓の前へ向かう。自分もまた素直に彼の指示に従ってるあたり、みんなと変わらないと思った。ってことは、自分だけじゃなくてみんなも疑問は抱きつつも、みんなが当たり前にこの光景受け入れてるから、まあ、自分も普通にしようっていう、そういうことなんかな。なんだ？何か言いたげな顔をしているな。は？カエルが先生をしてるなんておかしいだって。先生がやれやれと両手を挙げて、大げさなジェスチャーをしてみせる。カエルじゃ先生ができないなんて誰が決めたんだ？自分の偏見やイメージで勝手に他人のことを決めつけたらダメだろう。確かに、正論だわ。遠山だったよ。どうせこいつは頭が悪いんだから勉強教えても理解できないだろうって意味がない無駄だって。最初から決めつけられるのは嫌だろう。ぐさ、刺さった今の。と、まあそれは置いといてだな。しかし、あれだな。遠山、もうちょっと頑張れないか。お前だけまだ赤点だぞ。また赤点。あ、俺だけなんだ。二連じゃん赤点。先生は呆れて声を出すと、片手で頭をかきながらぶっきらぼうに答案用紙を差し出す。用紙には僕の名前。名前の横には赤ペンで数字の0が書きくる。0点。普通、なんかもう適当にサイコロ振って答えても0点は免れない。筆記試験やとでも0点ってあり得るか。その他に記されてるものは何もない。どうやら自分は何かのテストで0点を取ったらしい。先生、遠山はやればできることだと思うんだけどな。ああ、そうそう。先生は視線の先を僕からクラス全体を移す。満点の取れなかったものには、満点以外は全員通じないや。なかなか厳しいね。言っておくが先生はそう簡単に諦めんぞ。数字と聞いて嫌な気持ちになる。てっきり周りからも非難の声が上がるものかと思ってたが、教室は不気味なほどに静まり返っていた。不審に思った僕は再び周りを見渡す。気がつくとクラスメートたちは席を外していて、その場には自分と先生の二人しか残ってなかった。もしかしたら、最初から他の人はいなかったのかもしれない。ぼんやりとそんなことを考えてしまう。おい、聞いてるのか、遠山。声のした方へ下を移すと、いつの間にか目の前真っ暗になっていて、ともかく歌。満点を取れるまで何度でもやらなさせるから、え、マジかよ。ホムラちゃんみたいじゃん。先生の声が遠くなっていく。お前が、桜のことを助けられるまで。え、ループものなんこれ。窓まぎやん、マジで。何度でも、私は何度でも繰り返す。カシーン、カチャ、カチャ、カチャ。そのまま僕の意識が途絶えた。誰、桜って。桜京子か。ん？夕焼け色に染まる教室。室内は静寂に満ちている。このどこか懐かしさすら感じる景色の中で、僕は一人自分の席に座っていた。外からは賑やかな声が聞こえてくる。
窓の外を眺めると部活動に勤しむ、励む、運動部の姿が見えた。彼の姿を見ながら、ふと自分が、この場にいる理由を考える。部活動に所属してない自分が、放課後に学校に残る理由はないはずだ。僕はカバンに手を取ると、席を立つ。すると、少し後ろから、すやすやと寝息のような音が聞こえてきた。僕は反射的に音の下方へ目をやる。するとそこには、一人の女生徒が、机に顔をうずめて眠っていた。授業が終わったことに気づいていないのか、彼女が起きる気配はない。僕は、分岐だ。ちょっとセーブ書こうか。彼女に、声を。なあ、遠山。自分がどうしてこれ持ってきたかわかるか？なんで戻されたんだ、俺。声かけなさいよ！どう考えても訳ありでしょうが。何これ？学生なんて生き物なら基本的に勉強とそれを連想させる教室って空間が嫌いなんだから、技術が終わればすぐにぶつかくつに行くか、帰宅部は帰宅するものだ。それなのに女の子が一人で放課後に教室で机に突っ伏して寝てるんだぞ。フラフタしまってじゃん。急になんかフランクになったこの先生。何やこれ。普通は声かけるでしょうが、息継ぎすることもなく勢いよく喋りすぎたせいか、先生が肩で息をしていた。なんだって？ろくに喋ったことがないからなんで声かけたらいいかわからない？お前な、こんなもんあれだよあれ。帰らないのとか、もう来た方がいいんじゃないとか、そんなありきたりな言葉でいいんだよ。いいか、遠山。何を話すかなんて重要じゃない。今彼女に声をかけてやれることに意味があるんだ。ゼロ点。遠山、ゼロ点。あ、その点数の意味ってそういうことだったの？ゼロ点って。じゃあ俺は、この一個前の集会でも、彼女に声をかけなかったんだ。つまり。そういうこと？もう一回やり直しな。頼むぞ、遠山。今度は間違うんじゃない。バッドエンド1、0点。先生、わかりました。じゃあ僕、彼女に勇気を振り絞って声をかけてみます。あ、この人が桜さんなの。桜さん。僕は、控えめに彼女に声をかける。その響きはとても新鮮で、彼女の名字を呼ぶのはこれが初めてだということを思い出した。桜さん、美人。なんかめっちゃオレンジやな。なんでこれ、夕焼けにあれ当たってるから。よく寝た。彼女は目をこすりながらぼんやりと掛け時計に目をやる。嘘、もう19時って。結構遅まで残った。学校って普通なんか4時とかに終わるよな。私そんなに寝てたんだ。彼女の視線がゆっくりと下へと降りていく。その瞳が僕の姿を遥かに確かに捉えた。ああ、起こしてくれたんだ。彼女がもごもごと口ごもる。僕は彼女に自分の名前を伝えた。ああ、そうだそうだ。君は遠山だったね。うん。派手な明るい髪色と鋭い眼差しから目が離せない。桜さんはその容姿の通りの、その容姿通りのクラスでも有名で、目立つタイプの生徒だ。つまり僕とは正反対の人種というわけだ。そんな彼女が自分のことを認識していないのは、至極当然のことなのかもしれない。起こしてくれて、ありがとね。まあ、頼んでなんかないけど。寝起きで動く気分になれないのか、彼女は自分の席に座ったままでいる。あ、じゃあ、わかんない。寝起きでこいつ頭ボケてるから、なんか、キスとかしてもなんかバレないんじゃない？気づかれないんじゃない？ねえ。声かけた方がいいが、僕が彼女と共通の話題なんてものを持ち合わせてるはずもなく、とはいえこちらから声をかけた手前、先に席を立つのもどっか気遅れする。僕らはしばらく黙ったまま向き合っていた。そのまま、なんと唇が少しずつ近づいていき、僕は気がつけば桜とキスをしていた。その後、舌を絡め合い、キスに夢中になる二人。エンド。エンド2。ディープキスみたいな。ごめん、なんかもうノリが中学生あかん。そんなシーンじゃないのにどう考えても。数分の後に、あれ？教室に彼女の間延びした声が響いた。そういえばさ、遠山なんでこんな時間まで教室にいるわけ？いつも私一人しかいないはずなのに。いつもということは彼女はほとんど毎日、こうして放課後の教室で居眠りをしているんだろうか。友達を待ってるとか？ああ、でも違うか。遠山は友達少なそうで、こいつなんか結構デリカシーがないな。普通に殴ったろうかな、マジで。友達の少ない遠山が放課後に残る理由か。これは難題だね。彼女は頬に手を置いて、まあ、とうねり声を上げる。その声色はどっか嬉しそうで、どうやら桜さんは僕との、ああ！何々、桜ちゃん、俺に気があんの？悪い。でも俺、
大事な人がいるんだ。だから君とは付き合えない。僕のこと諦めてくれって言って、さくらさん自殺するんじゃない。そんでなんか最初のところに戻んねん。僕はさくらさんとは関係ないっつって、なんかそういうなんか、もしかしたら悲劇のストーリーなんかもしれない、このゲーム。わかった。部活の帰りに忘れ物取りに来たんだ。あれ、でも遠山って部活とかやってたっけ。何これ、また分岐だ。てんてんてん。え、なんで黙んの。ああ、わかった。さては遠山くん、君帰宅部でしょ。別に隠さなくったっていいのに。私も来た。あ、意外と来た。なんか陸上部とかやってそうやけどな、こいつな。さくらさんは僕の返答待つことなく話を続ける。でもわかるよ、隠したくなる気持ち。部活やってる子ってさ、いかにも私青春してますって感じで、見てて眩しいもんね。そのくせ私らみたく部活やってない子のことをさ、暇人とか人生つまんなそうとか、ちょっと下に見てるよね。ああ、ごめん。ちょっと感じ悪かったね。まあ、なんかそういう黒い部分はあるんだ、さくらさん、ちゃんと。遠山？私の話聞いてる？徹底して点点点で言ってみるか。あれ？遠山話聞いてる？ねえってば。何これ？これじゃまるで私が今のこの前にいないみたいじゃないか！無視とか感じ悪いって。遠山。ねえ。伸ばしてよ。遠山。ああ、そういうことね。私とは喋っちゃダメだって。無視した方がいいよって。みんなに言われてるの。え、そういうんじゃないよ。違うよ。そうなんだね。ごめんね、話しかけたりして。え？誰か見られたら大変だもんね。さくらちゃんいじめられてんの？起こしてくれてありがとうね。それじゃあまたね、遠山。は？まだ出てきた、カエル。ほんまにカエルや、こいつ。コミュ障か。遠山、お前、コミュ障なのか。そうなんだな、そうだと言ってくれ、遠山。お前さ、高校生に待ってコミュ障がまずいって、むしろ高校生とかが一番多感な時期でコミュ障になりやすい時期じゃないの。異性の前だとどうしても緊張する。いやいや、女の子の話すのが初めてなわけでもあるまいし。え、来祖に女友達の連絡件数が、ゼロ件？異性はお母さんだけ？マジか。ああ、は、うん、まあまあ人それぞれだよな。うん、先生か。先生は、それは甘酸っぱい青春時代送ったもんさ。どうしても忘れない女の子が一人いてな。じゃなかった。先生の話はどうでもいいんだよ。遠山はどうして女の子と話せないんだ。桜さんは綺麗だし、モテそうだから、自分みたいなのが話しかけていいのかわからない。ああ、なるほど。バカモーンバカモーンってあれや、磯野のあのおじいちゃんが波平が言うやつよ、それ。遠山の話しかけて、桜がどう感じるか。モテそうで美人な桜が伊藤屋みたいな陰気と話したと思うか。それを決めるのはお前じゃない。もちろん前のやつでもない。決めるのは桜だ。だからさ、遠山が気になって仕方が、気にしちゃって仕方がないんだ。先生は難しそうな表情のまま、頬に手を当てる。顎に手を当てる。今回はちゃんと自分から声をかけられたから30点ってところかな。遠山は30点だ。多少マシになったが、それでも5点にほど遠いな。ってことでやり直しだ。今回の反省を踏まえ、遠山がうまくやれることを先生大いに期待してるからな。バッドエンド、30点。部活やってないよ。わお、帰宅部？私と一緒じゃん。こんな時間まで学校に残ってたってことは、どうやってもしかして家が嫌いなの？ああ、それがただの暇人。まあ、いろんな事情があるよな。なんか俺も昔なんか、バイト先で、なんかもう、なんかバイト上がった女の子がもう、なんか自分から住んでサビザンしてたもん。で、理由聞いたら、なんか家に帰りたくないっていうね。家に居場所がないみたいな。まあだからこの子、さくらちゃんもそうなんやろうな。なんとなくその家に帰るのが嫌でずっと教室残ってた。どっちもって。暇人で家が嫌いで友達がいない人ってどこで何して過ごすんだよって。母ん、嬉しそう。私が、ああそうかもね、私も同じだからね。なんか友達ないんだこいつ。私自分の家が嫌いなんだ。さくらさんの口調は淡々としていた。その表情から彼女の感情を読み取ることはできない。ねえ、家が嫌いで友達の遠山はさ、まだまだ暇なんだよね。それならさ、え、まさかデートの誘いかこれ。私ともうちょっと話していかない？僕は黙ったままこっくりとうなずいた。正直なところ、僕自身まだ少しだけ桜さんの話がしていたい気分だった。僕の反応が意外だったのか、彼女は目を大きく見開いたまま僕を見つめる。あ、ありがとう。ごめん、正直断られると思ってたから。なんというか驚いてるからかな。あ、でもさ、心配しないでよ。教室に誰かが入ってきたら話やめるから。
遠山には迷惑がかからない。やっぱ桜さん、なんかこう、なんかあれかな、クラスのカースト上位のやつからいじめられたりしてんのかな。その後、僕は教室で1時間ほど桜さんと対応のない話をした後に、今日一人教室を出た。別れ際、自分の席に座ったまま僕に手を振る彼女の表情は、なぜだか少しだけ寂しそうに見えた。あ、誤字脱字。その翌日から、放課後に教室に残り、桜さんと話をすることが僕の日課になっていた。あ、いいね、こういうのね。お互い、まあ、初めてできた友達みたいな感じか。遠山ってさ、家に一人でいるとき何してんの？出た。また無言だ。自分の都合の悪い話になると無言になるよね。そっかそっか、人に言えないようなことをこっそりしてるわけだ。桜さんが恥ずかしく何ニヤニヤと笑う。遠山って何？家に帰ってさ、どうせさ、ネットでそういうエッチな動画とか見たりするんでしょ。それを見て何をするの？ねえ、ニヤニヤ。まあ、遠山も男の子だからね。仕方ないね。うんうん。ふふ。遠山、顔真っ赤じゃん。面白すぎ。うわ、俺もこういう風になんか女子にからかわれて。趣味に没頭してる？ふーん、そうなんだ。それで遠山の趣味って何なの？僕は一瞬だけ止まろい、ためらいながらも、自分の好きなことについて正直に彼女に話すことにした。絵を描くことかな。絵を描くんだ、主人公は。遠山は。絵だけに。遠山、絵描けるんだ。それって、彼女に自分の趣味を仕掛けてすぐに僕は自身の行動を激しく後悔した。桜さんからすれば、僕の趣味はネクラっぽいもので、嘲笑の対象かもしれない。お前、それはお前、全国の絵描きに謝れ！なあ。あ、やっぱり今のは、冗談だということにしてしまおう。そう思い口を開いて僕の言葉にかぶせるように。すごいじゃん！桜さんの跳ねるような声が聞こえた。私、絵なんて全然描けないからさ、だから尊敬するよ。てか私無趣味だから、熱中できることがある人はそれだけですごい。でもこういう無趣味な女ほどなんか彼氏の影響でパチンコとかギャンブルとかなんかそのゲームとか始めたりすんねん。だからこういう女、俺はもう全部もう自分の好きな趣味でもう染める、自分色に。野球見に行かせてエーペックス一緒にやってんで、あれあれや、あのパチンコ連れてく。あれ、なんでうつむいてるわけ？てかさ、なんかちょっと顔赤くない？桜さんに指摘され、僕の方はより一層赤みを帯びていく。褒められないってないから恥ずかしくなったみたいな。あはは、遠山面白すぎでしょ。自分や周りが思ってるよりもずっと素直で優しい女の子なのかもしれない。ぼんやりとそんなことを考えながら、彼女とのこのやりとり、初めてではない気がする。僕は彼女との会話に妙な既視感のようなもので、デジャブ、デジャブだ。え、なんか桜さん、え、顔面あざだらけになってますけど。富山はそこを卒業したらこの街を出ていくの？桜さん、二人になるといつものように僕に声をかける。夕焼けの差し込む教室、うつ伏せのまま腰を見つめる彼女は、この光景もすっかり見慣れてしまったな。やっぱりそうなんだ。ああ、やっぱりっていうのはさ、富山は絵を描くのが好きだって話をしてたから、美大とかに行くのかなって。ああ、でも俺昔あれだ、バイト、あ、なんか、は、10ヶ月勤めたバイト先辞めるときに、なんかわからんけど、美大に転入するって嘘ついたのをやめた。ちょっと待って。これどっちがいいんだろう。いや、でもこの顔の傷スルーできんわ。その傷どうしたの？うん？ああ、これ。桜さんは自分で頬を支えながらくすりと笑った。今朝慌てて家で踊ってようとしたら、階段で勢いよく転んじゃって。運が悪いというかさ、ちょっとかっこ悪いの。いや、ちょっと待って。顔面から階段転げ落ちて、こんな傷で済むかな？それ、うわー、なんか確信めいた方があるけど、これどっちに行くべきなんだろう。あえて気づかないふりするか。難しくない？まあでも人にはな、いろんな事情があるやろうから、そうなんだ。え？そうなんだじゃないでしょう。遠山にあれが本当に階段で転んでできた傷に見えたのか。違うよな。何？赤の他人が自分のが口を出すよりも、家族や親しい友人に聞かれた方が彼女も心を開くはず。そっか。富山はそうやってまた他人任せにするんだな。自分が傷つかないように、当事者にならないように、保身に走るわけだ。60点。本当は彼女、小学校の道徳から直してもらいたいところだが、先生、富山にずっと付き合ってるほど暇じゃないんだ。もうさ、何となくわかるだろう。どうすればうまくいくのかさ。ついて最後な、頼むぞ、富山。あかんかったらしい。
いや、でも、どうなの？わからん。もう正直。もう深くなんか詮索してくんなって顔してんもん、これ。な、そんなことよりも、私はもう、遠山と楽しい話だけしたい。そんな表情なんだよ。そうなんだ。まあ、聞くしかねえんだろうな、でも。それ嘘だよね。どうして嘘だって思うの？階段で転んだ傷には見えない。誰かが声に傷つけたように見えるか。いやー、富山は名探偵だね。クラスで噂になってるのは富山を聞いたでしょ？私、年上の超かっこいい彼氏がいる。あ、そうなんだ。あ、桜って、彼氏、そうだよね。なんかね、顔とかも可愛いし、そうだよね。彼氏、いるんだ。桜。ごめん、俺、急に思い出した。帰るね。また。ちょっと束縛が激しくて、それでね。まあ、私は愛されてるって気がしてるから、全然平気なんだけどさ。もう典型的なダメ男になんか依存するタイプや、こいつ。でも、それも嘘な可能性あるよ、これ。え、これも嘘なのか、もしかして。そんな目で見ないでよ。ああ、はいはい、わかりました。これも嘘です。あ、やっぱ、よかった。もう、もうこいつに彼氏がおったってこと自体が嘘でよかった。これで満足？遠山さん、私のプライベートの踏み込みすぎだよ。そうかなって、そうなんだよ。でも正直意外かな。遠山ってなんか面倒事とかトラブルとか嫌いそうだから、わざわざ自分から首を突っ込んでくるなんてびっくりしたかな。ねえ、遠山はさ。早く大人になりたいの。でもね、なんだかなってみたい。桜さんが話題を逸らしてるのは明らかだった。それでもこれ以上踏み込むのはかえって彼女を追い込んでしまうだけな気がしていた。あ、思うんだ。で、なんで？大人になって就職して一人暮らしして、自分で稼いだお金で好きなことする分には誰にも文句言われないからと。なるほどね。ふふ。あ、ごめん。いや、ちゃんと就職してるあたりが遠山らしいなと思っただけで、もう昔は、ちっちゃい頃はさ、やっぱさ、大人になりたいって思ってたけど、大人になってみて正直な感想、子供に戻りたい。私は思わないかな。ほら、よく聞くじゃん。毎朝朝早く起きて仕事して、次の日も仕事して、辛すぎる学校、学生の頃は楽しかったって、学生の今よりも社会人になってからの方がずっと辛いんでしょ？それってさ、今が辛いと思ってる人からしたら、向かう先は地獄ってことじゃんか。だったら大人になんとかならなくていいやって、そう思っちゃうんだよね。まあでも一つ言えるのは、時間はマジで遡らないから、子供のうちにできることしておけばよかった。もっと。と思うことはある。けど、正直、今は今で楽しいね。ある日の放課後。他の生徒たちが部活動や帰宅のために教室を出ていく中、僕はいつものように席に座っていた。桜さんの席は空いていた。あかん、唯一の友達がおらんくて、なんか一日中なんか静かになるパターンや、これ。僕はじっと彼女が戻ってくるのを待っていた。数時間後、嫌な胸騒ぎのようなものを感じた僕は、教室を出ると迷うことなく屋上へ向かった。え？桜さん。茜空の中で彼女は一人、屋上のフェンスに手をかけて立っていた。どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。次の瞬間、桜さんが正面を向いたまま背後へ小さく飛んだ。僕は、彼女の腕を僕に止める権利はない。女子生徒、ねえ、知ってた？さくらさんの怪我、年上の彼氏に暴力振るわれてたらしいよ。あれ、そうなの？俺はやばい薬をやってて、自分で自分の体を傷つけたって聞いたけど、ほら、リストカット的な。実際どうだったんだろうね。まあでも驚いたよね。まさか屋上からなんて。さくら？遠山ってば。ああ、よかった。私の声ちゃんと聞こえたみたいだね。どうしたの？いや、だってさ、遠山怒ってるみたいに見えたから。みんなの態度に腹が立つ。
好き勝手言ってるから。ふーん、遠山。なんで手握ってくるの？桜。全人ぶっても結局感じたところで見て見ぬふりしちゃって、当事者になるのが怖くなっちゃったんでしょう。遠山もさ、みんなと同じだよ。ね、ちゃんとこっちを見てよ。どうして手を握ってくれなかったの？遠山の言葉でさ、ちゃんと聞かせてよ。なんで？なんでなんでなんで？なんで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 ？怖い。桜、ごめん。ひどい奴だな。大丈夫か？少し落ち着いたか？なあ、遠山。お前、これで諦めようだなんて考えてないよな。まだ頑張れるよな。また初めからいなそう。な。おい。どうして黙ってるんだよ。まさか本当に諦めるつもりなのか。お前の桜への思いはそんなもんだったのかよ。何も言わないんだな。もういいよ。富山、お前には失望した。あとは先生が何とかするから、お前は、さっさと家にでも帰りなさい。90点か、惜しい。あと10点や。その10点が遠かった。桜。桜！どうしよう、これで普通になんか自殺したら。え？遠山、いい加減にしてくれ。何度同じ話を繰り返す気がするんだ。それはこっちのセリフだよ。僕は先生の目を見つめたまま静かに口を開いた。なんだと？僕の言葉を聞いた先生の表情が変わった。どうせ僕がどの選択をしても責めるんだろう。満点をくれるつもりもないくせに、あんたこそ一体何がしたいんだ。ようやく喋ったかと思えば、先生に向かって何だその態度は。こんなことに何の意味があるんですか？え、どういうこと？何度繰り返したって結果同じですよ。なんでそんな悲しいことを言うんだ？だってそうでしょう。これは全部僕の夢で妄想だから。人は過去には戻れない。どれだけ後悔したってやり直しが効かないんですよ。何を意味のわからないことを言ってるんだ、お前は。あの日、夕焼け色に染まる教室で僕は一人自分の席に座っていた。すぐ後ろの席には桜さんがいた。彼女は机に伏して寝たふりをしながら、一人肩を震わして泣いていた。僕は彼女に声をかけなかった。気づかないふりをして家に帰った。翌日彼女はいなくなった。どうして声をかけなかったんですか？先生は僕の言葉にたじろぐ。これあれか、先生の過去の話だったってことかな。いや、だって彼女は髪色も派手で遊んでたそうだったし、僕なんかよりずっと人生楽しんでるだろうって、そうやって思い込みや偏見で判断したのか。なんか立場逆になってない？だいたい何を話せばよかったんだよ。僕は彼女とろくに会話すらしたことが、何でもよかったんじゃないのか。何を話すかなんて重要じゃない。あの日彼女に声をかけてあげることに意味があったんじゃないのか。もうそっくりそのまんまやん、先生に言われたこと。先生は伏せ身になりがちなりながら額の汗を拭った。僕みたいなのに話しかけられても迷惑だろう。僕は彼女の瞳から彼の瞳から目をそらさずに続ける。彼女にそう言われたのか。迷惑かどうか決めるのは彼女だ、あんたじゃない。先生から教わった言葉で僕は先生の心を傷つける。彼が本音で話をするまで決してやめはしない。僕が動かなくなったって、きっと先生や他の誰かがそうやって他人任せにして、それで彼女はどうなった。誰か一人でも彼女を助けようとしてくれた人はいたのか。先生は低いうなり声を上げながら頭を隠しました。え、なにこれ。うるさい。うるさい、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 うるさい。彼の怒りに同調するように周囲の窓ガラスが割れる。その破片が彼の体に突き刺さる。どれだけ僕を驚かそうとしても無駄だよ。もうあんたなんか怖くない。どうしてそうやって僕を責めるんだ。僕が帰る男だと思っていた、おぞましい怪物のような先生には。誰だ。10年後の大人になった僕で、彼は悲しげな表情のまま僕の方を見つめていた。じゃあどうすればいいんだよ。どうすればよかったんだよ。そんなこと考えても仕方ないよ。あの日に戻ることもやり直すこともできやしないから、後悔しながら生きていくしかない。そんなの辛すぎる。僕は席を立つと彼に背を向ける。待ってくれ。彼がすがるように僕を呼び止める。他人の人生に割って入って考えを否定して自分の発言で他人の人生を左右してしまったことに、その責任が持てるのか。そんなことわからないよ。それでも
ずっと後悔しながら苦しみながら生きてきたから、もしも次があるんだったら、その時はせめて後悔のないような選択を僕はしたい。僕は彼を置いて屋上へ向かった。風は強くひどく冷たい。茜空の中で彼女は一人、屋上のフェンスに手をかけて立っていた。え？どういうこと？どうして彼女が屋上に入ることができたのか、今がいつなのか、目の前の光景は実際にあった出来事なのか、それさえもどうでもいいと思えた。彼女は僕の存在に気づいていないのか、ぼんやりと夕焼け空を眺めている。次の瞬間、さくらさんが正面を向いたまま背後に小さく飛んだ。僕は、さくらさんの腕を力強く握った。なんで楽しそうやねん、さくらさん今から死ぬっていうのに。その瞬間、落ちていくはずの彼女の体が、周りの景色が静止する。って、やっと取れたね。さくらさんは驚いた様子もなく、優しい表情のまま僕のことを見つめていた。しっかしさ、時間かかったよね。なんか目に直してさ、赤点ばっかりだったし。私、遠山は言うとさと思ってた。ごめん。まあいいんだけどさ、遠山はさ、あれだよね、後悔してたわけだ。あの日私に声をかけなかったこと、私を助けなかったこと、10年間もずっとまるで片思いみたいだね。ああ、てかさ、私だってそんな仲良かったっけ。いや、一度か二度くらいしか話したことなかった。え、二回ぐらいしかなかったんや、あの放課後のトークタイムは。だよね。ああ、君も暇だね。桜さんは何事もなかったかのように僕に語りかける。もっと早くこの手を掴んでいれば、僕はこうやって普通に彼女と離れを過ごすことができたんだろうか。同じ時を過ごすことができたんだろうか。大人になった桜さんと、生きている彼女と。まあでも遠山がさ、10年間ずっと後悔してたってことはさ、その間何度も私のことを思い出したわけでしょ。それって、つまりは、私は遠山の中で、ああ、ちょっとごめん、涙できた。なんで俺はこういうストーリーに酔えんだ。いやー、なんかさ、それってすっごい迷惑な話なんですけど、予想していなかった彼女の物言いに僕は少しだけ驚いた。だってさ、私は生きるのが嫌だったわけだし、そもそもこんなことをお願いしてないしね。確かにこれほど迷惑な話はないでしょ。それでも掴んだ筆を話す気にはならなかった。でもさ、あれだよね、私だってつくづくそんな性格をしてるよね。もっと楽観的に物事を考えられたらさ、そしたらさ、もっと楽しく生きられたのかもしれないね。さくらさんは寂しそうに笑った。さてと、ざわざわとした騒音が聞こえる。追試はこれでおしまいかな。次はテスト、本番だからね。言っとくけど、やり直しなんて聞かないから。いい？私のことはね、過去は過去。昔の女のことなんかすっぱり忘れちゃってさ、君が今やりたいと思うことをやってみなよ。後悔はないようにね。次第に彼女の姿が見えなくなっていくのが分かった。最後に、遠山ありがとうね。彼女の優しい声と掴んだ腕の、感触だけが残っていた。別れ際、彼女の手は確かに僕の腕を強く握り返してくれていた。は？凄まじいブレーキ音と線路に向かってゆっくりと落ちていく少女。彼女のうつろな瞳は僕を捉えている。僕が彼女の腕を力強く引くと、そのまま二人駅のホームへ倒れ込んだ。駅のホームってことは何？助かった。仕事が終わり、帰りの電車を待っていた僕の視界に、近隣の高校の制服に身を包んだ女子生徒の姿が入った。彼女はうつろな目をしたまま駅のホームで立ちすくんでいた。なんとなく嫌な予感がした僕は彼女を元へ駆け寄った。彼女は僕に気づかないままふらふらと足を前へ進めていき、迫り来る電車に線路に向かって飛び込んだのだ。なんで？ホームで二人と座り込む少女の肩が小刻みに震えていた。なんで？なんで余計なことをしたら、やっと決心がついたのに、やっと勇気出したのに。彼女はむき出しの感情を僕にぶつける。僕はただ黙って彼女の目を見ていた。あなた、誰ですか？あなたは私の何を知ってるんですか？何も知らないくせに、人助けの、勘で持った。人助けのつもりですか？やっと死ねると思ったのに、なんかわけわからんおっさんに止められて、私は視界が滲んで見えなくなっていく。何も知らないよ。
何も知らないなら勝手なことしないで。でも普通になんか飛び降り自殺されるのめちゃくちゃ迷惑じゃない？電車のね、それでお前何人もの人が会社遅刻してなんか大事な行事とか行けなくなってって、で運転手さんも人を引いたっていうそのね、その責任の念に一生囚われて、お前死ぬんやったら勝手に死ねボケつって、いやそういう話ではないやな。もう何か辛いことがあったんでしょうか。ちょっとその話を聞きましょう。これから私の人生だからどうしようと、私の自由、え、彼女の感情が怒りかどういうと変わっていくのかと。ちょっと何泣いてるんですか。気がつくと僕の目から止めのなく涙が溢れていて、10年間抑えていた感情が涙と共に溢れて出てしまう。知らないに決まっている。だって何も教えてくれなかったじゃないか。彼女はいつだってひょうひょうとしていて、悩みなんて何もないように見えた。彼女は誰にも自分のことを話そうとしなかった。話してくれなきゃ分かんないじゃないか。あー、まあそうだよな。桜のことをやっぱりどうして思い出したんだよな。知らなかった。彼女が義理の、ああそういうことだったんだ。義理の父親に暴力振るわれていたこと、誰かに助けてほしくて抱きにかけてほしいからずっと派手な髪色にしていたこと、周りに勘違いされて距離を置かれる状況にずっと苦しんでいたこと、僕と同じ弱い人間だったってこと。何の話をしてるんですか、あなたは。あと10年頑張ってみないか。そしたらお前もな、今いくつや、高校1年かってことは16、17、ちょっと今やとまずいから、まあ26何年くらいになって、そしたら大たるわ。は？ 10 年頑張る。僕の言葉を聞いた彼女が再び怒りに震えた。私はもう十分頑張ったんだよ。それなのにまだ頑張るっていうの。君は何に苦しんでるのか知らないし、僕の想像なんかでずっと辛い環境にいるんだと思う。きっと君は今人生に絶望していて、これから先楽しいことなんて何もないってそう思ってるのかもしれない。だけどそんなことは絶対ないから。あの時勇気を出さなくてよかったって、勇気なかったおかげで今があるんだなって、毎日は楽しいと思えるような、そんな未来が絶対に来るから。全部嘘だ。僕のこの10年間は後悔の連続で、楽しいことなんて一つなかった。もし10年頑張ってみてそれでも何も変わらなかったら、今よりもずっと辛い思いをすることになってしまったら、その時は僕のところに文句を言いに来ればいい。謝るから。何ですかそれ。僕の続けない説得を聞いた彼女は肩の力が抜けてしまったのか、その前に座り込んだままでいる。だから、ああもう分かりましたよ、分かったから泣かないでください。これだけ人の目があったらもう飛び降りないし、何を何だかそんなに泣いてたら私が悪いことしてるみたいじゃないですか。僕のしたことは間違ってるのかもしれない。ただの自己満足で偽善で、彼女はこれから先僕のせいでもっと傷つくことになるかもしれない。それでもありがとうございます。感謝された。別れ際の桜さんの言葉や姿が目の前の彼女と重なって見えて、それだけで僕は救われたような気になれた。テスト返し、そういうことか。テスト返しっていうのは、今までのなんていうのかな、その後悔、10年間背負ってきた後悔を今ようやく俺は100点というテストの答案用紙にて回収できたんだ。先生ありがとう。やっと100点が取れました。いやでもこれが100点かどうか分かんない。10年後にならないと。夕暮れが差し込む放課後の教室、教壇に立ちうつむく僕、その隣には僕が彼女が立っている。え、この10年間何度も夢で見た。なんてことないとある日の記憶。絶対に誰にも言わないでくれ。言わないってば。てかこのやりとり何回目？あは、誰もいない放課後の教室で黒板に落書きを書いた。すぐに消すつもりで書いたのだが、不運にも彼女に目撃されてしまったんだ。富山、絵描くんだね。あれ？富山なってるよね、名前。必死に黒板消しを持つ手を動かすと、僕とは対照的に彼女はじっと黒板の絵を見つめていた。このカエル男みたいなの、なんかのアニメのキャラクター？いや、オリジナルだけど。マジで？すごいじゃん。じゃあさ、この隅っこに書いてある可愛い女の子っぽいのは？この作品のヒロインかな。このカエル男は正義の味方だけど、可愛い女の子しか助けないって設定で。何それ、サイトじゃん、母。じゃあさっきの JK も可愛かったんか。このカエル、私のことも助けてくれたりするのかな。ごめん、助けられんかった。彼女が身を置く環境はどんなものか当時の僕は知らなかった。それでも彼女が孤独を抱えていて助けを求めていることは誰の目からも明らかだった。で、私可愛くないから無理か。いや、さくらお前は可愛いよ。母、遠山さ、漫画家志望家だったりするの？まあ一応。マジ？
すごいじゃん。サインちょうだいよ、サイン。やだよ。ケチ。後の富樫である。桜さんは僕にとってただのクラスメートで、特に仲がいいというわけでもなかった。それでも、なんか文字が多くなっていく。僕の絵を褒めてくれたのは、僕の夢を聞いて笑わなかったのは、彼女だけだったから。ん？どうした？僕は絵を消す。手を止めると口を開く。他にもいろいろ描けるけど。お、なになに？乗り気か？あはは。目が覚めたら彼女には二度と会えないような気がした。だから僕はもう少しだけ。この夢が続けばいいと思った。なんなら、だったらいっそ夢のままでいい。はい、ということでね、テスト返しとゲームやってきました。なんかタイトル画面から想像もできないなんか感動ストーリーだったけど、いや、何が一番いいって思ったのは、なんか安易に恋愛感情みたいな描写を使わなかったことかな。あくまであの二人ってそんなに仲良くない男女やったけど、たまに放課後とかに、まあなんかそれこそ1、2回ぐらいしか話したことないって言ってたけど、そんだけの関係で、結局ああいう、ね、なんだろう、遠山好きだよとかなんか、桜、お前は愛してるみたいな、変な、なんか恋愛感情がお互いなかったというか、そこが良かった。ただその、まあ深い関係ではなかったけど、あの子を助けられたよなっていう、後悔というか、虚無というか、それを10年間、ものすごい責任に感じて背負って生きてきた、主人公の辛さというか。まあでも本当一つ言えるのは、もう、済んでしまったこと、終わってしまった過去ってもう、絶対に取り返しがつかないからな。後悔があった。やり直したい。でもそれはできない。だったらもうそれを背負って生きていくしかない。そこで得たものを、次の期間に生かしていくしかない。そういうことでしか、自分の中の罪滅ぼしみたいなのにはならないと。まあ別に罪でも何でもないねんけど、こんなの。なんか、そういったものを教えてくれる作品でしたね。僕も、じゃあ目の前で困ってる女の人がいたら助けてあげようと思います。では、テスト返しでした。さよなら。